オーバー・アップ・ファルツ行政管区は、ドイツ連邦共和国バイエルン州東部に位置する行政管区である。区とはレーゲンスブルク。行政管区の文章オーバー・アップ・ファルツ行政管区は3つの、軍独立市と7つの軍からなる。オーバー・アップ・ファルツの名前が初めて文献に登場するのは14世紀、初頭のことで、1329年に、イタリアのパビーアで結ばれたパビーア条約で、 ビッテルスバッフ派家のプファルツ選定校領としてその名が記されている。当時の中心都市はアンベルクだった。プファルツ選定校、フリードリヒ5世が白山の戦いに敗れ、ボヘミア王位を剥奪された際に、領土も皇帝に没収された。1648年のベストファーレン条約で、ニーダープファルツはフリードリヒ5世のコカール一世ルートビヒに継承されたが、オーバープファルツは、 バイエルン選定校寮に入れられた。1777年、プファルツ選定校、カール・テオドールが、バイエルン選定校、マクシミリアン3世ヨーゼフからバイエルン、選定校くらいをも継承した際に、ツルツバフ派とノイブルクが、オーバープファルツに編入された。帝国自由都市のレーゲンスブルクは1806年に、神聖ローマ帝国が消滅するまで領域には、含まれていなかった。 バイエルン王国建国後、1808年に行政組織の再編が行われ、15の軍が設置された。その後の領土編成のため、軍の数は8つになった。バルハラ神殿レーゲンスブルクのバルハラ神殿、アンベルク、バイデンインデア・オーバープファルツ、バルトザッセン修道院、オーバープファルツの森など、ビューフ、シグフリード、アイゼンバーンインデア・オーベルペファルツ、 ISBN 39億2213万8063ありがとうございます。